皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているアイムです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は週刊プロレス2023年10月25日号ナンバー2269について話していきたいと思います。もう週プロのまとめ全然できてなくて、3ヶ月以上前の週プロなんですけど、この週の大会はですね、原始化できた大会もあるので、話しつつ、どんどん週プロの振り返りというかまとめ上げていきたいというふうに思っております。よかったら最後までお付き合いいただければ幸いです。では、目次ですけど、戦場の話、東京女子、フェロモンズというところで、この2、3は現地観戦しているので、それぞれ動画のことも話し、動画もちょっと添えて話していければな、というふうに思っております。よろしくお願いします。では、一つ目ですね。岩田美香が王者になったことで起こる仙台ガールズのうねりということで、仙台ガールズの 10.7 の大会、レポートがあって、岩田美香が戦場のワールド王者になったということどうなっていくのかっていう記事でしたね。で、これメインで、多分タッグマッチで岡ゆりかに勝利を、生え抜きの岡ゆりかに勝利をしてメッセージを送ってて、どうなっていくのかっていうことを見たんですけど、その中で、サリーがやってきて、で岩田を挑発して 11.5 後楽園で一騎打ち、この 11.5 見に行ったんですけど、で、戦場とっても良かったんですけど、はい。っていうような試合で、この記事見て、11.5 後楽園行きたいなと思ったきっかけだったりしました。で、橋本もですね、岩田がチャンピオンになってっていうコメントを出してて、これも橋本らしさ、橋本千尋らしさだったりしていて、戦場、新しい売れにっていうのもあるし、岩田の、苦労しながらでなんとかチャンピオンになったってことも見たくて、現地に行ったきっかけの記事だったので、ここで紹介させていただければなというふうに思います。はい。で、二つ目ですね。東京女子プロレスの安定のビッグマッチということで、10.9 ですね。東京女子大会の紹介をしていました。で、山下、メインイベントはですね、山下美優が、飯月を下し4度目のプリプル王座体感というところで、日本、アメリカ、イギリスの3つのベルトを持ったというような試合でした。で、大会の締め、大会現地でこれ見ているので、山下の締め見ていただければなと思います。大きい会場だけじゃなくて、いろんなところで東京女子プロレス、これからも頑張っていきます。だから東京女子プロレス見に来てください。今日皆さんが最高だって叫んでくれたように、これからもここに来てくれたら、東京女子全員全力で戦って最高の空間作ります。はい、しっかり、王者としての貫禄たっぷりで、締めていたなというふうに思った、大会というか、シーンだったなというふうに僕は思っています。で、この大会別にもですね、別にフリーWi-Fiがタッグ王座初体感をしたりですね、マックス・ジンペーラーですね、東京女子負けなしのモンスターと呼ばれている選手が、東京女子のインターナショナルプリンセス王座を体感したというところで、辰巳梨花に交渉を差し出すというリスペクトを見せたというシーンもあって、なんですかね、この、フリーWi-Fiのタッグ王座初体感は、やっぱ角田直央が今までベルト巻いてこなかった、来れなかったところを巻いたってことで記念で良かったと思いますし、マックス・ジンペーラーが、東京女子のベルトの保持者として名を連ねるってことも今後意味があるんじゃないかなというところで、ここはインパクトがあった大会だったんじゃないかなというふうに思ってます。はい。辰巳梨花の試合向上ぶりもたっぷりで、このあたりは別の動画でもまとめているので、よかったら見ていただければなというふうに思います。では3つ目ですね。フェロモンズ主演は武藤敬司ファイナルよろしくというところで、10.4DDT、これも現地でいたんですけど、DDT を盛り上げてきたフェロモンズが解散するというところで終焉でした。で、フェロモンズらしくメインイベントで無効試合になるというオチだったんですけど、その後もですね、イノイのセクシー勇気がですね、武藤敬司の引退試合で蝶野正弘と試合したように、やり足りねえっていうことを言ってですね、岩林 GM とのシングルになるというシーンがあります。ちょっと、曲が流れるので、そこまでの部分なんですけど、今林 GM に、いいのが、語りかしたシーン、やっぱ面白かったので、よかったら見ていただければなと思います。まだ、入りなれねえな。やりたれねえよ。おい、今林、ちょっと試合やってくれよ。
で俺がやんなきゃいけないんだ、やだよ、意味わかんねえだろ、やだよ。はい、このエトリの中でですね、蝶野正弘が武藤敬司の引退試合でリングに上がるときに流れたファンタジックシティが流れて、チャーチャーチャラララーンって曲ですね、はい、音痴ですいませんが流れて、でリングに上がるというシーンで、その後もう場内実況付きの試合があって、まあフェロモンズらしく終わったというようなところで、まあこれ現地で見れてよかったなというふうに思ってますし、まあ、フェロモンズっていう DDT を盛り上げた一つユニットが終わるっていうのは結構悲しかったりしたんですけど、なんだろうな、いい終わり方だったのかと思いますし、この後いいのはセクシー勇気はセクシーを抜いていいの勇気として最後ですね、今年年末リオに出て、まあリーグ戦で敗退してしまったんですけど、新しい戦いを今模索している最中なのかなというふうに思います。では最後ですね、他に気になった映画とトピックスをおざらいということで話していきたいと思います。でこの大会表、このシュープロの表紙はですね 10.9 新日本プロレスですね、まあ、真田がイービルを下して IWGP 世界 V4 を達成して 1.4 で内藤哲也とタイトルマッチをすることが確定するというシーンでしたね。はい、でまあ内藤とどちらが、まあ、ギフトかハポンかっていうことだった時期です。でジャストファイブガイズに上村優也が外戦帰国したというところで、新日本プロレスの生え抜きの選手がまた一人海外遠征から帰ってきたというところでした。で他の記事だと5スターグランプリ2023優勝記念の鈴木鈴のインタビューで、ここで、まあ、鈴木鈴がですね、スターダムと所属契約をしたという話で、その目的としてはプロレス界の顔になるためということで、鈴木鈴のまっすぐな表情っていうのが印象的なインタビューだったので、よかったらぜひ読んでみていただければなと思います。 WWE はですね 10.7 ファーストレーンで、まあ、新助中村がセスロリンズに敗れて、やっぱりというか世界ヘビー級選手権、世界ヘビー級王座を奪還にダッシュに失敗ということで、中村どこかいつ WWE のトップに立つのか立てるのかっていうのは結構ここからまた何年も楽しみだったりします。ドラゴンゲートは 10.6 でルイス・マンテがですね、金網マッチでマスクを剥がされたルイス・マンテが帰還するということでしたし、全日本プロレスは 10.5、 こっちが印象的だったなと思います。ニューエイジ・クロニクルということで、キャリア10年未満の選手が集めた大会で、いろんな DDT だったり他の団体からも来ていて、この大会が札止めになると。で全日本プロレスの純粋な大会っていうのは札止めにならないっていうのが難しさとしてあるんですけど、まあ、このライジンがハヤトが、始めた取り組みっていうのが一つ実を結んだっていうのは良かったことなんじゃないかなというふうに思っております。はい、こんな感じで他に気になった記事話してみました。どんどんシュープロ溜まってるのでまとめていけたらなというふうに思ってます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできれば幸いです。それではさよなら。